はい、では今日は、遺伝子組み換え技術について、勉強していきましょう。まあ、遺伝子組み換えっていう言葉自体はね、大豆とかトウモロコシとかそういったものでね、食品で、結構なじみ深いものだと思うんですけれども、今回は、製薬技術、遺伝子組み換え技術によってインスリンってね、糖尿病患者の、その血糖値を下げるための、薬、このホルモンね、これを大量合成する具体例をね、用いてね、遺伝子組み換えについて勉強していきます。でね、このインスリンっていうのは、もう生物基礎で、勉強した、ことだと思いますが、その DNA の中にね、あって、その DNA がここパーってあるところにインスリンを作る遺伝子があるんですね。インスリン。糖尿病患者の方はここがね、なかなか、インスリンが作れないから、外からね、摂取をする。だからそのためのインスリンの薬を作る、そういうところでね、組み換え技術使われているんですが、まずね、この DNA、 わあ、長い DNA をインスリン遺伝子の部分だけをこうね、含んだところだけをこう切り取る必要があります。で、この切り取るためのものがこれ、制限酵素と呼ばれるものですね。DNA で切られちゃったら、生きることできませんよね。生きることを制限される、制限酵素というふうに言われてます。制限酵素によってインスリンを、遺伝子を含むところを切断まくするんだよ。で、これを、別の、DNA に組み換える。だから遺伝子組み換えっていうふうに言うんですが、今回、組み換える相手はこれ大腸菌なんですよ。何大腸菌なのかっていうのはまた、説明しますが、まず大腸菌。大腸菌にも当然 DNA がありますよ。DNA があります。だけど、大腸菌の DNA に直接ね、組み込むことは今回しないんです。で、大腸菌は実は、輪っか状の、独自のね、プラスミドっていう独自の環状 DNA を持ってるんですね。で、別にこれ自体はあってもなくても大腸菌が生きる上で大した影響はないんです。だけど持っている。で、持っていると、生存に有利なことがあるのかなっていうふうに、考えられているんですが、このね、今回使うこのプラスミドの方なんですね。で、このプラスミドの DNA を大腸菌から取り出します。こうやってね、取り出す。で、別に取り出そうが大して命に別じゃないので、取り出して、今回同じ制限酵素で2番目プラスミドを制限酵素で、ちょっと走りますよ、制限酵素で切断しますよ、切断します。それどうなるかっていうと、これ、開かれますよね。開かれちゃう。輪っか切ったら当然開かれますよね。そしたら今度さ、この人の DNA、これも切ったんだよね。切ったんだから、ここに、ここね、こいつ、この DNA を、インスリンを含んで、この DNA を、一緒にね、組み込んであげて、で、DNA にくっつけるためには、覚えてるかな、オカダキフラグメント同士をくっつけるのは DNA リガーゼだよね。DNA リガーゼで、人の DNA とプラスミドの DNA を結合してあげれば、インスリン遺伝子を持ったプラスミドは完成するよね。で、ラストはこいつを、また大腸菌の中に戻してあげれば、いいですか。大腸菌っていうのはどん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 分裂が早い。すごい早い。そうなんですよね。大腸菌は分裂するに従って、このプラスミドも複製されていくわけだから、複製されて、さらに、発現していくわけだから、インスリンがたくさん手に入る。大腸菌が増えるごとにインスリンもたくさん増えていく。ってなったら、最後は大腸菌からこのインスリンだけを取り出せば、インスリンを大量にゲットすることができるんですよ。人工的にね、インスリン作り出すよりも、全然安くてね、手間もかからない状態で、
たくさんゲットできるので、この遺伝子組み換えっていうのはこういうところでもね使われているんだっていう仕組みとともに、この技術、しっかりね絵に描けるようにマスターしてください。